大橋文家は、江戸時代の将棋の家元三屋の一つである、名人を二名出した。大橋文家は、大橋本家の初代、大橋宗家の子で二代、大橋宗後の弟である、大橋宗与が、官営年間に起こしたものである。同時期に、初代、宗家の娘婿の初代、伊藤宗館が、伊藤家を起こし、江戸家を通じて、家元制度を形成した。 将棋三夜の中でも価格は低かったが、大橋本家が二代、双後の孫の代で断絶し、初代、伊藤総監のこの議員を養子に向けて継承させた、ため、初代、総家の断系子孫は、大橋文家のみとなった。三代、大橋総与が六世名人を襲うと総与は、自身のこの総民を取り立て、伊藤家の三代、伊藤総監と名人を競わせたが敗れた。 総寛の七世名人襲名後、総民は、総寛の弟の初代、伊藤寛樹と、名人後継を争い、寛樹の、魚釣りの符に敗れたと伝わる。四代襲、与えの後は、中村高史順が次いで五代、大橋総順となる。初代総桂との血縁は立たれたが、総順のこの大橋総栄は、近代将棋の祖と評されるほど、奇才に恵まれ、旧世名人を重ねくらいし、 大橋文家の前世紀を築いたものの、創栄以降は振るわなかった。なお、大橋流説は一時期二代創栄を名乗り、大橋文家の後継者格であったが拝着されている。明治時代に至り、九代、大橋宗余が罪を得て投獄され、そのまま獄死するという事件が発生し、大橋文家は断絶したとされる。当時の大橋文家園の企画の一人に、大や東吉がいる。 大内信行、天狗、太郎、名称のきあと二十九ページ、大内信行、将棋の世界九十一から九十二ページ、大内信行、天狗、太郎、名称のきあと二十九ページ二百ページ、大内信行、天狗、太郎、名称のきあと百八十八ページ、ことばんく、ことばんく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 大阪商業、大学商業博物館、 ありがとうございます。